千人の使いよ、ありがとう。俺の兄弟を助けてくれて。ん？ああ、俺らも噂程度には聞いたことがある。この古老山は千人の敷地だって。でも俺らみたいな凡人が千人に会うなんて夢のまた夢だ。ただ尊き千人の使いのあなたならきっと俺らとは違うはず。おっと、これ以上千人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。本当にありがとう。ありがとう千。オイラたち本当に千人の使いだったらいいな。なんかここの千人は気性が荒そうだ。でもオイラたちは悪いことしてないし、多分三門を荒らし戒めを受けさせた族。無知なる凡人よ、我が戒めをその身に受け。古老山に侵入し山の琥珀を破壊し、さらに戒めを受けさせた族人を勝手に逃がすとは。あの族人どもは確かに戦意を知らぬかもしれない。だがお前たちがやってきたことは無礼千万。キャー、オイラたちにもちゃんと理由があったんだ。昨月畜養神君が人間に言づけを頼んだだと。ほう、これは近畿滅却の札か。まだ世に残っていたとは。昔帝君がこの診察を作り人間に授けた。もともと数が少なく千年を経た今ではもうほとんど存在しないだろう。まずは詳しい事情を聞かせてみよう。後々その事実を確認させてもらう。リーユエコーは手が届かぬ場所ではない。虚言は通じぬからな。帝君が暗殺されただと。しかも芸戦儀式の最中に。リーユエの、いやこの世界の誰がそのようなことを。待て、帝君を暗殺できる者などこの世にそういるだろうか。我らは帝君の律令に従いリーユエを守っている。人間界の繁栄により我々は山野に住むようになった。これは人間を思ってのことであったのに。だが今帝君は、帝君は、旅人よ、話は分かった。昨月畜養神君が招聘した理由も分かった。この山の雑事を処理したら他の仙人たちに会いに行こう。知ってるぞ、あれは仙人の戦力だろ。小説とかに書いてあるみたいに、羽を草木に唾液を滝にって感じで。あの琥珀もきっと同じ原理なんだろ。そのような話は知らんが、これら琥珀は私が植えた花だ。名を登山葵という。この花の大部分は地中に埋まっている。これを踏むと琥珀が生み出され侵入者を閉じ込める仕組みになっている。ここに隠居して以来
山の静寂を求めるためにこの花を至る所に植えた。おかげでここ数年で侵入者を数多く排除してくれている。だがたまに珍妙なものを閉じ込めることがあるが。じゃあこの琥珀って生きてるのか？その通り。もし私が軽率にこの山を離れれば罪のない命まで傷つけてしまうかもしれない。それらの処理を済ませたら立つ。お前はもう行くがよい。